こんにちは、ハッカです。キークロンから新作が出たので、今日はそれを紹介していきたいと思います。はい、Q1 Pro です。私はキックスターターという、まあ、クラウドファンディングサイトで出資を募ってたので、そこで購入したんですけど、まあ、なんだかんだ紹介遅れてしまって、まあ、今はもう一般販売が始まっています。で、この製品、名前の通りなんですけど、今まであった Q1 というキーボードにプロがついたと。で、何が変わったのかっていうと、大きくは無線対応になったっていうところなんですよ。ただ、それ以外にも進化ポイントが結構あります。どこが変わったかっていう部分だとか、同じくキークロンの K8 Pro だったり、ニューフィーの Halo65 とも比較してみたいと思います。それでは行ってみましょう。届いた時にまずびっくりしたのが、箱がでかいんですよね。Q8 Pro よりもかなり大きな箱、まあ、特に高さがありますね。で、箱を開けるとおなじみのこちらですね。キースイッチを表したカードが入っていました。まあ、今回赤軸を選んだので、赤軸の方にチェックがついています。そして、マニュアルですね。一通り使い方が書いています。で、付属品なんですけど、まずは USB ケーブル。編み込みでしっかりした形のケーブルで、両方が USB Type-C の端子。ただ片方には USB Type-A への変換コネクタがついていました。そして工具が入っているっていうところが結構ポイントですよね。このキーボード結構簡単に分解することもできます。そしてキーキャップ取り外しのための工具。キーキャッププラーっていうんですかね。こちらもキークロンのロゴ入りです。で、このキーボード相変わらずホットスワップっていうキースイッチの交換にも対応しているので、キースイッチのプラーもついています。そして Windows 用のキーキャップですね。はじめについているのは Mac 用のキーキャップになっているんですよ。そして本体なんですけど、第一印象は重いでした。もうかなり中身が詰まってる感じがするんですよね。今回色はカーボンブラックというカラーを選んでみました。フレームはアルミのブラックなんですけれども、キースイッチはブルーグレーのような形ですね。で、エスケープとエンターキーが、まあ、ロジクールカラーのような明るいブルーになっています。このアクセントがまたいいですよね。うん、キーの感触もやっぱりいいですよね、これ。そしてこのモデルにはノブがつきます。で、ノブはですね、回転方向はクリック感のあるコリコリっとした形なのと押し込みが可能なんですね。で、背面には何も刻印もなしと。で、アルミなので、おそらくこう電波を通すために一部分ちょっと空いているような形になってるんでしょうか。で、スイッチは2つ。WinMac 切り替えと、Bluetooth か有線接続、そして電源オフの切り替えスイッチです。そして Q シリーズではおなじみのガスケットマウントを採用しているということで、こうグッと押し込むと全体が沈み込むような感触があるんですよね。これが打鍵感に効いてくるんですよ。そして箱の底面にクイックスタートガイドが入っていて、まあ、1枚ものの厚紙なんですけど、基本的な使い方はこれ1枚見れば全部書いてあるような形なんですよね。それでは外観チェックしていきましょう。まずキーの配列ですね。この Q1 というモデルはですね、75% レイアウト、いわゆる10キーレスの配列っていうのを踏襲しています。ですが、一般的な10キーレスっていうと、これ K8 Pro なんですけど、この形、この大きさなんですよ。まあ、ここにある10キー自体がないんですけど、このカーソルキーだったりとか、ここにページアップやページダウンのキーがあるっていうのが、これが一般的な形です。それに対して Q1 っていうのは、カーソルキーがこうグッと内側に入ってきてエンターキーのすぐ下にあったり、デリートキーがバックスペースの上にあったり、ちょっと特殊な配列になってるんですよ。だからこうすることで横幅をぐっと細くすることができるんですね。K8 Pro と重ねてみるとその細さっていうのが際立つかなというところですし、
こちら、ヘイロー65っていう、さらに小さい 65% キーボード。これと重ねたとしても、ほとんど横幅が変わらないんですよ。ここが Q1 の非常に魅力的なポイントですね。キーボードって幅が狭い方が、このマウスの動きを邪魔しなくていいんですよね。この手の動きっていうのが最小限で済みますしね。で、この Q1 Pro、プロになって一番変わったポイントは、この K8 と同じです。無線化を果たしたということなんですよ。今まで Q と名の付くものは全て有線接続のみのキーボードでした。それが無線化になったっていうことで、機能としてはこの K8 と全く一緒なんですよね。Bluetooth で接続っていうのが基本になります。で、ペアリングは3台まで。こちらのファンクション FN キーと123で選択します。ただここで注意点なのが、無線で使った時はポーリングレートが落ちてしまうということなんですよ。で、実はこの Q1 Pro、ゲーミング用途でも使えるように、ポーリングレートが 1000Hz に設定されてるんですね。で、ポーリングレートっていうのは、秒間にどのくらいパソコンと信号のやり取りをするかっていう部分ではあるんですけど、1000Hz っていうのは、中堅くらいかなというところです。で、このポーリングレートが無線だと 90Hz まで落ちてしまって、ゲーミング用途には適さなくなりますし、遅延も発生するということで、ゲーム用途では有線接続が推奨されてるんですね。なんだかキークロンからポーリングレートの話出てくるっていうのは全然思ってもみなかったんですけど、上質なキーボード、打鍵感を追求してはいるんですが、ゲーミング用途にも使えるよっていうアピール、最近出てきてるみたいです。ゲーミングマウスも発売されていたりしますしね。と、無線化の話をしましたが、私はこれ、USB Type-C で有線接続しています。しかも社外品で L 型ケーブル使ってこう回してるんですけど、そうなんですよ。相変わらず日本では技的マークがないものは無線で使うことができないんですね。そのうちコペックジャパンさんがこの Q8 Pro のように、無線で国内で使えるきちんと技的マークが入ったものを発売してくれるっていうことを願ってます。そもそも本体めちゃくちゃ重くてここから動かすこともなさそうなんで、無線で使えなくてもいいのかなっていうところです。ちなみに重さ測ってみましょうか。1751g と出ています。めちゃくちゃ重くないですか。キーボード単体で 1.7kg ですよ。 MacBook Pro の14インチモデルよりも重たいんですよ。というのも Q シリーズはガスケットマウントも採用しつつ、静音フォームも何重にも入っているので中身ギュッと詰まってるんですよ。その代わり打鍵音がめちゃくちゃ静かになってます。後で3台の音の比較もお見せしたいと思います。さて、ここからはキーボードの打鍵に関する部分を見ていきましょう。まずですね、指を置いた時点ですぐに違いに気がつくんですよ。この J と F の部分、小さな突起があって、分かりやすくなってるんですけれど、それ以上に他のキーよりもよりくぼんだ形になっているんですね。ホームポジションを置いた時に人差し指だけふっとこうくぼみに指がはまるような感覚があります。非常にわかりやすいんですよね。で、これは今までの Q シリーズにはなくて、私こちらの K8 Pro に Q シリーズで採用されているキーキャップを移植しています。こちらの元々の Q シリーズに採用しているキーキャップはだいたいこういう風なえぐれというんですかね、割と一般的な形になっています。でもこの Q1 Pro に関しては全てのキーがお椀型、真ん中がぐっと低くなっているような形になっています。なのでキーに指のかかりがいい感じはしますね。あとそれぞれの段の角度も微妙に改善されているようです。かなりキーキャップに高さがあるんですよね。このあたりの角度の違いっていうのは結構リアルフォースなんかではアピールされていた部分ですよね。そしてキースイッチ、相変わらずホットスワップ対応でいいんですけど、
さらに今回はキークロン独自のキースイッチを採用してきました。今まではゲートロンの G プロスイッチというのを採用していたんですけれども、今回はキークロン K プロスイッチという名前になっています。当然のようにルブ済みでかなり滑らかな打鍵感なんですけど、ゲートロンよりもさらに滑らかで柔らかい感じがするんですよね。そしてキーキャップを取り付けるステムの部分の形状が変わって横ブレがしにくくなってます。で、私は今回赤軸を選んでいるんですけど、 K8 プロについてきたゲートロンの G プロスイッチ、ニューフィーのヘイロ65についてきたゲートロンの G プロ 2.0 スイッチ、そして今回の K プロスイッチ比べると、なんか G プロの 3.0 スイッチのようなより高みを目指した感はあるんですよ。まあ、こういう打鍵感に相当こだわっている、まあ、キークロンならではのものかなと。ニューフィーも最近オリジナルスイッチとか出すのも頑張ってますよね。そして Q シリーズの独自のガスケットマウントも打鍵感には影響します。まあ、強く押し込むとグッグッとなんかこう沈み込むような形なんですけど、まあ、強く押さなくても衝撃を吸収してくれてるんですよね。なので音もかなり静かですし、底打ちの時の指にこう返ってくる反発力っていうのもだいぶ薄いです。で、ガスケットマウントだからちょっとグニグニしてるんじゃないかとか、メンブレンみたいな打ち心地になってませんかっていう風な、まあ、思い持たれる方もいらっしゃると思うんですけど、全然そんなことはないです。普通の力で打鍵する限りは衝撃は吸収してくれるものの、押し込む感じっていうのは全然ないんですよ。これですね、まあ、チェリー互換のメカニカルスイッチで考えた時に多分一番静かなんじゃないかなっていうように思いました。ではそれぞれ打鍵音聞いていただきましょうか。キークロンといえばキー配置が自由に変えられるっていうところもポイントですよね。 VIA というオープンソースのソフトウェアで変えることができるんですが、本当に全ての配列を思い通りにすることができます。初期設定では Windows 用の配列、 Mac 用の配列とそれぞれにこの FN キーを押した時に変化する配列っていうのが定めることができるんですね。もちろんマウスのボタンを割り当てることもできれば、キーボードの同時押しで、マクロも組むことができると。結構自在に何でもやることができます。まあ私、基本的には Mac と Windows 両方で使って、ね、それもここのスイッチで切り替えることができるので、特に配列変更とかはしてないんですけど、迷ったのはこのノブの使い道ですね。なんとなくこう便利そうだなと思いつつも、何に使ったらいいだろうと。初期設定はこれ音量のコントロールになってるんですよ。で、Windows で音量のコントロールするっていう方にはいいのかもしれないんですけど、
私オーディオインターフェースでアナログのダイヤルで音量コントロールしてるんで、まあ、あまり意味をなしてなかったんですよね。そして見つけた一つの形としてカーソルキーの左右を割り当ててみました。ダイヤルを回すことでカーソルが左右に動くっていう風にしたんですけど、まあ、何が便利ってテキスト打ちがすごく効率化できました。まあ、私文章を打つことかなり多いんですが、その時にマウスとかで範囲指定する時あるじゃないですか。いろいろ修正したりとか、あの文章の順番変えたりとか、そういうことをやる時にこうキーボードをこうカタカタっと文字を打っていてマウスに手を伸ばすっていうのもちょっと非効率ですし、カーソルキーでこう単語を選んでいったりとか、まあ、行を選んでいったりっていうのもなかなか時間がかかる。まあ、そんな時にこのノブでクイッと回してあげるだけで、まあ、綺麗に選択ができるんですよ。早く回せば 2,3 行一気に選択することもできますし、ノブにはクリック感もあるので狙ったところにピタッと止めることもできます。これですね、コーディングとか日常的にする方にもいいんじゃないかなとは思います。まあ、一つの参考例としてご紹介しました。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのキークロン Q1 Pro、 キークロンのフラッグシップが無線化とオリジナルのキースイッチを搭載、そしてキーキャップの進化も相まってかなり上質なキーボードに進化を遂げています。これですね、確かに今現在の最高峰のキーボードのうちの一つだと思うんですよ。で、ここで迷うのがこれからどのキーボード使っていこうかっていうことなんですよね。で、私今この K8 Pro に関してはオフィスに置きっぱなしにしてます。なのでオフィスに出勤してるときはこれを使うっていうことで、まあ、これも継続して使っていきたいなということなんですが、今までここでメインで使っていたニューフィンの HALO65、まあ、これと Q1 Pro かなり迷います。この HALO65 のある意味こうパチパチっとした打ち心地、この跳ね返りがある感じとか、あとはこのゴーストバーの上質さ、これはまたいいんですよね。で、 Q1 Pro もかなりこう静かで上質な打ち心地なんですけど、滑らかで本当こう落ち着けがたいなと。まあ、しばらくこっちの Q1 Pro メインで使っていこうと思うんですけど、まあ、HALO65 の出番も考えていきたいところです。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や評価ボタン押していってください。ではでは。